無限回廊への入り口、目の前に見るとさすがに緊張するな。総員、所定の配置につきました。合図があるまでそのまま待機。はい。艦長、ソルダム陛下からの通信です。了解、スクリーンに回して。ナッツミルク殿、このような事態に巻き込んでしまい本当に申し訳ない。いいえ、もはやこれはノイエのためだけの行軍ではありません。私たちはノイエの争いに巻き込まれたのではなく、自ら UPW として世界を脅迫している人物が何者なのか確かめてくるつもりです。かたじけない。本来ならば何百艦という援軍を共につけるべき場面なのではないか。パルフェは私たちに単艦で来るように指定しました。その約束を破ってしまってはそもそも行く意味がありません。ナッツミルク殿、機関は星の消失を食い止めるために自らを捧げるつもりか。いいえ、真相を確かめ必要であれば戦い、そして勝利して帰還するつもりです。そうか、いや愚かな質問をした、忘れられよ。いいえ、お心遣い感謝いたします。ナッツミルク殿、最後にお聞かせすべき情報が。情報？白き月内で拘束したアライアンス兵たちのこと。取り調べの結果、やはり三校の船に乗船していた乗組員であることが確認された。彼らの話によると、自分たちだけがパルフェによって白き月に移動させられ、カジェル、ハジェット、パイクの三校は未だ戦艦と共に無限回廊内にいるらしい。そうですか、3人だけがまだ中に。3人で何ができると思うかな。くれぐれも油断されない。わかりました、ありがとうございます。セルダール公民、いやノイエ一同、機関の無事を心より祈る。エンジェル隊員、ブルーン。ジュニエブルたちはやはりまだ中にいる。でも3人だけで船が動かせるわけでもないだろうし、一体どうして。艦長、続いて UPW のマイヤーズ長官からも通信です。すぐにつないでちょうだい。ここ長官、事情は全て聞いたよ。大変なことになったね。わがままが許されるなら同行したい。だけど俺はここで5詰めの軍を編成しなくちゃならないんだ。ドライな言い方だけど、万一君たちに何かあった場合、もしくは敵がこちらに攻めてきた場合、 UPW としては万全の備えをしておかなくちゃならない。ええ、分かってます。本当にすまない。いいえ、せめてものアシストとして UPW からはデュアルクロノブレイクキャノンの使用許可、並びに技術サポーターとしてノアを正式に派遣する。ノア、頼んだよ。うん、正式な派遣ね。どうやって上層部を抑え込んだの？代表自らを派遣するなど正気の沙汰ではない。誰が責任を取るんだ？どうせそういう意見が体制を占めていたんじゃないかしら。その通りさ、ノア。でもまあ、なんといっても俺は偉いからさ。あら、権力に物言わせるなんてらしくないんじゃない？ちゃんと説得してる時間もなかったからね。これで君に万が一のことがあったら、俺は確実にクビだろうな。あんたのクビなんてどうでもいいわ。ただ私は私のために必ず帰ってくる。ああ、それでいい。よろしく頼むよ。了解。ココ。はい。相手の目的は何なのか、ノイエやエデンに対して何をするつもりなのか、今は何もわからない。でもどんな状況に置かれても君なら最良の判断をしてくれると信じている。ありがとうございます。君はもう立派な指揮官だ。安心してルーンエンジェル隊を任せることができる。頼んだよ、ココナッツミルク艦長。了解です。タピオ、サポートをよろしくね。承知しました。それからカズヤ。はい。パルフェが君たちを呼び寄せたのにはそれ相応の理由があるだろう。君たち、あるいは紋章機自体が目的なのかもしれない。くれぐれも気をつけてくれ。
了解しました。でも僕たちがここを離れるということは UPW 軍も戦力が低下するということ。長官もお気をつけて。うん、心遣いありがとう。でも安心してくれ、今の俺の特権をフル活用してムーンエンジェル隊を再編成した。君たちはこっちのことなんか気にせず生き残ることだけを考えればいい。分かったね。はい。よし、艦長を信じ、自分を信じ、全力でエンジェル隊を導いてくれ。わかりました。以上、 UPW は諸君らの無事を祈っている。グッドラック、ルーンエンジェル隊。通信切れました。マイヤーズ長官、ありがとうございます。さて、始めましょうか。はい。データ収集班の準備は？問題ないそうです。デュアルクロノブレイクキャノンもドッキングを完了しています。総員に次ぐ。本艦は現時刻をもって無限回廊なる未知領域への突入を開始する。各員、何が起きても動ぜず己の本分を尽くすことに注力せよ。ルクシオール発進。ここが無限回廊。セルダールとの通信断絶しました。アブソリュートの UPW とも連絡取れません。やはり通信は不可能か。まあそうでしょうね。今いる場所は私たちの概念では捉えきれないところ。時間的にも空間的にも未知の世界よ。そうですね。まずは慎重に周囲を見回してみましょう。これはハウリング？強力な電磁波のようです。艦長、前方を。これは立体映像ですね。何者かが通信を要請してきました。まずはご挨拶ということかしら。いいわ、繋いでちょうだい。はじめまして、白き月の聖母はしっかりと伝言をしてくれたようですね。こちらこそ、はじめまして。白き月を動かしたバルフェというのはあなたのことかしら。はい、そうです。ルクシオールの皆さん、無限回廊へようこそ。そしておめでとう。私はあなた方を祝福します。祝福。私はウィルの一員、最低者の役割を授かりし者です。あなたたちは見事予選となるテストを全てクリアしてみせました。その実力に敬意を表し、ここ無限回廊にお招きした次第です。テスト？よく話が見えません。私たちはあなたから祝福を受ける覚えもなければ、テストを受けてきた覚えもないのですけど。テストは抜き打ちで行いましたからね。しかし通過したのは紛れもなくあなた方です。一次テスト、カジェル公カルバドゥスの撃破およびアジートの解放、二次テスト、パイク校ベネディクタインの撃破およびピコの解放、三次テスト、ハチェット校ジュニエブルの撃破およびマジークの解放、四次テスト、同三校による連合軍の撃破およびゼルダールの解放、そして最後には自らここ無限回廊に飛び込む勇気があるかを試させていただきました。あなた方はそのいずれをもパスし、
見事本戦へと駒を進める資格を得たのです。なんだって。あの大掛かりな侵略が全てそちらの仕掛けたテストであると。ええ、そうです。全てはあなた方の能力を試すため。ただしこのテストを受験していたのはあなた方だけではありません。参考者、彼らもまた私が実力を測ろうと考えた者たちでした。彼らにはこちらから武力を与え、かつある一定のルールを伝えたのです。このルールを逸脱することなくルクシオールを撃破することができれば、その者を合格にすると彼らにはこう伝えました。それであいつらは執拗にルクシオールを狙ってたのか。不可解な行動もテストのルールと考えれば一応説明はつくけれど、一体何のためにそんなことを。それは最終テストまで合格できましたらお知らせいたします。実のところ最初から本命はあなた方だと思っておりました。ここまでの結果は予想通り、最後まで私の期待を裏切らないでくださいね。あんたは何者？テストに受かれば何をもらえるのかしら。それも合格した時にお知らせいたしますよ。黒き月のノア。さて受験生諸君、残るテストはあと2つ。ここからが本番です。言っておきますが、テストを放棄することはできませんよ。もし途中で逃げ帰った場合はペナルティとしてあなた方に協力した全ての星を無限回廊へとお運びすることになります。もちろん今度は白き月とは違い、お返しすることはありませんよ。脅迫する気か。心配には及びません。困難な試練ではありますが、あなた方の実力をもってすれば通過できる可能性は十分にあるでしょう。さあその先に待つ栄光に向けて鍵を手にする。その時まで存分に励むのです。通信切れました。わけが分かりません。このようなケース有事のマニュアルには想定されていない。我々は一体どうするべきなのか。考えることは何もないわ。星を盾に取られている以上、テストだろうと何だろうと私たちは相手の気の済むように動くしかない。バカにしてるわね。艦長、何らかのデータを受信しました。パルフェからと思われます。内容は？進行方向を指示しているようです。その先に一つ目のテストが待っているのね。行きましょう。ええ。パルフェ、一体奴の目的は何なんだ。パルフェが消えてから1時間が経った。この先どんなテストが待ってるって言うんだろう。なんだ。全艦に対ショックシーケンス発動、総員衝撃に備えてください。繰り返します。何が起きたんだ。達也さん、リコ、一体何があったんでしょう。とにかくブリッジに行ってみよう。ええ。白波、入ります。桜庭同じ。これは歪んでる。スキャン
を急いで。船体への影響も。スキャン終了。分析しています。まさか突然こんなことが。とんでもない場所に案内されたものね。これらはおそらくマイクロブラックホール。複数の中性子星も存在しています。強力な磁場を確認。一兆元素以上。マイクロブラックホールに中性子星、つまり超重力天体がひしめいてるってこと？そうなりますね。重力場に捕まったわ。早く脱出しなさい。半波走行への回答に時間がかかります。この状況ではコマンドラグが致命傷になりかねません。カーチューさん、直接船を操作して。了解。有効圏内を離脱。船の重力制御で相殺できます。はあ、よかった。そういうこと。これが一つ目のテストなのね。別の重力場に捕まりました。カーチューさん、脱出を。さらに重力場を感知。このままでは危険です。カーチューさん、お願い。これは想定を超えた事態。私には対応できません。中佐艦長、どうか相談を。私はこの想像を上回る状況に対処できない。無理です。しっかりして。ここまで戦いをくぐり抜けてきたでしょ。ダメなのです。予測の立たない事情、私にはこの状況が克服できません。艦長の操艦技術なら、あるいはどうか代わってください。艦長。カーチューさん。顔を上げなさい、タピオ。あなたはバルファスクとして戦っていた時、敵である私たちに何を見たの？この船に就任してからの数々の勝利に何を見たの？エンジェル隊が起こした奇跡の中に何を見たの？決して諦めない強い気持ちでしょ？全ての勝利はそこから始まっているのよ。私に艦長としての強い覚悟をさせるために、あなたは憎まれ役を買って出た。そのあなたが逃げ出すっていうの？冗談じゃないわ。立ちなさい。ルクシオール副長、タピオ、カーチューさん、私はあなたを信頼しているのよ。今この舵を取るのはあなたなの。諦めないで、逃げないで。わずかな希望だとしても手を離さないで。保証されていない希望だとしても、それでもそこにかける。そう、それが私たちの信念。我々バルファスクを倒した勝利の源。そうでした。私はそれが知りたくてエデン軍に入隊したのです。目の前にある答えを放棄するところでした。最後までやってみます。いえ、やらせてください。ええ、お願い。めんどくさい男ね。
申し訳ありませんでした。ほら、早くなさい。了解。機関士からブルーチ、ちょっと、エネルギー配分が勝手に水力にシフトしたよ。何のつもり？重力圏を脱出するためよ。はあ？重力圏だって？もう何がどうなってるのさ。緊急事態なの、協力して。分かったよ、後で説明を聞きに行くからね。まだまだダメね、力不足。複雑に干渉し合う強力な重力場、だからもう一つの方法を取るしかないってこと。もう一つの方法？逃げられないなら逃げなければいいですね。そう、進むしかない。重力同士が打ち消し合い中和された箇所、それを見つけて突き進むしかないわ。でもそれってすごく難しいことじゃ。ええ、針の穴を通すようなものね。それしか方法はないわ。全センサーを重力サーチモードへ。了解。続いて汎用演算機を重力中和点の割り出しと航路演算に回して。了解。結果は即座に下中線へ口頭通達。了解。タピオ、いいわね。はい。最初の結果が出ました。マイナス4度、ピッチプラス 0.2 度。了解。速度そのまま。3秒後にヘッドプラス 0.3 度、ピッチプラス 0.8 度。わかりました。いいぞ、少し安定してきた。この調子なら抜けられるかも。なんなの？ダメです、処理が追いつきません。エンジン制御を除く全システムを航路計算に回して。やはり無理です、演算負荷が高すぎます。引き寄せられる。このままでは飲み込まれてしまいます。オペレーター、方角の指示を。指示と言われても。どいて。ノアさん、タピオ、ヘッドプラス5度、ピッチマイナス 0.6 度よ。了解。持ち直しました。すごい。一体どうやって。影響の少なそうな要素を計算から外しただけ。ありがとう、助かりました。安心するのはまだ早いわ、あくまで応急措置なんだから。このまま状況を見つつ修正していくわよ。速度300で固定、5秒でヘッドマイナス 0.2 度。はい。ノアさん、頑張って。次、ヘッドプラス2度、いえ、2.1 度、ピッチそのまま。はい。ノアさん、疲れてきてる。次、速度プラス20、15秒で元に戻す。違う。え？再び重力場に捕まりました。ノア代表、指示を。ノア代表。悪いけどもうどうしようもないわ。ノアさん、省略した計算要素が誤差を生んでいるの。所詮悪あがきだったってこと。そんな、もう
何もできないんですか？個々の重力の反発方向に動いていればある程度粘ることができるわ。でもそれも付け焼き刃、各重力場が膨張しているの。やがてこの辺り全て埋め尽くすわ。そうなったらもう逃げ場は諦めないで、引き続き計算を続けるのよ。はい。無駄よ、それこそ神様でもなければ。いいえ、私は諦めない。そんな、ノアさんでもダメだなんて。このまま吸い込まれるしかないのか。ガルーアに、テキーラ、他のみんなは何も知らないで死んでいくのか。くそー、だっ。船体加速、構造維持にレベル3の警告発生。そうだが思うようにいかない。ノアさん大丈夫ですか？さあ捕まって。わけのわからない連中に好き勝手もんで遊ばれて、あげく死ぬなんて。このひしめく重力をもっと正確に捉えるセンサーがあれば、力場のバランスを見抜ければ。バランス、ありとあらゆるバランスを解析。どう見ても反射行動だったわ。アプリコット桜葉は無意識下で。いやー、ひょっとして。アプリコット、はい。あんた、さっき違うとか言ったわよね。え、何のことですか？私が水力の指示をした時よ。確かに違うって言ったわ。はい。あれはどういうこと？なんであの指示が間違いだって分かったの？いえ、あの、その、なんとなくで。ごめんなさい、混乱させるようなこと言ってしまって。そんなことどうでもいいの。なんでわかったの？え、わかりません。つい、口に出たっていうか。率直に聞くわ。あんた、この重力場を感じる？理解できてるのね。え？どうなの？感じないです。理解なんてとてもできません。なら、どうして違うって言ったの？わかりません、ごめんなさい。泣かないで。よく思い出して、なんで違うって思ったのか。本当に、なんとなくなんです。でも、何？なんか、確信みたいなものを感じました。絶対に違うって。そう。ああ、でもこんなの勘みたいなもので。黙って。ノアさん、一体。万事休す、これにかけるしかないわよね。タピオ。はい。今捕まっている重力場に最大出力で反発。そのまま状態を維持。とにかくできるだけ踏ん張るのよ。了解。オペレーター。はい。この状態からの船体崩壊までの時間を予想して。了解。14分45秒です。14分02秒です。15分51秒です。15分プラスマイナス1。ギリギリってとこね。さあ、行くわよ、アプリコット。やー！あ、ノアさん、何をする気なんですか？時間がないの。作業しながら説明するわ。私からの通信をオペレーター全員にリンクしておいて。一体そんなに引っ張らないでください。カズエ君、一緒に行って。了解。システムオールグリーン、チェック終了です。うん。これから何をするんでしょう。わからない。リコを紋章機に乗せて一体。とにかく今はノアさんを信じるしかない。大丈夫、絶対になんとかなる。ええ。それじゃ
ノアさんの様子を見てくるね。はい。リコの準備整いました。そう、こっちもそろそろよ。ブリッジ、聞こえてる？聞こえています。タピオも大変でしょうけど、よく聞いて。はい。それじゃ説明するわ。すごい、話しながらとんでもない勢いでコンソールを操作してる。簡単に言うと、パプリコットをセンサー代わりにするの。え？なんだって？ごめんなさい、ちょっと意味が。今理解する必要ないわ。これからやることだけを認識して、パプリコットに重力場を感知させ、それをタピオに直接伝えるわ。タピオはそれをもとにオペレーターへ操舵の指示を出して。オペレーターに指示？直接操舵ではいけないんですか？ええ、これから V チップを別のことに使うから無理よ。別のこと？今言ったでしょ、パプリコットからタピオに直接伝えるって。よし、準備完了。カズヤ、パプリコットのところに行くわよ。あ、はい。パプリコット、急圧雷だからリスクが高いわ。覚悟を決めなさい。大丈夫です。肝の座り方はベテラン並みね。オペレーター、船体崩壊までの時間は？予想平均で7分と32秒です。さあ、全員心して。残された道はこれしかないわ。だからやる、それだけよ。いいわね？了解。タピオ、今の状態でシーケンスロック。 V チップとのリンクを切って操舵を中止。はい。 V チップ制御下からルクシオール全システムを分離。タピオ、再リンクして。了解。 V チップとの再リンク完了。パプリコット、紋章機システムブート、ヘイローアクティベート。はい、 OK です。今からヘイローと V チップを接続するわ。なんだって？これによりパプリコットが感知している重力場の情報をタピオが受け取れるはず。それをもとに操舵を指示するのよ。正直ほとんど理解できていませんが、とにかくやってみます。そう、とにかくやるだけよ。ヘイロー、 V チップコネクト。タピオ、これはヘイローを返してパプリコットの感覚が V チップに流れ込んでいるの。その中から重力場の情報を見つけ出しなさい。まるで情報、いや感覚の洪水です。複雑すぎます。待って、今深度を深めるわ。深度？情報の抽出先を無意識下に近づけるってこと。より情報が絞られるはず。はっ、どう？わかります。様々な感覚の中に非常に漠然としたものですが、確かに重力場らしきものを認識できます。オペレーター、ヘッドプラス21度、ピッチマイナス4度、速度200で発進。了解。感じます、重力の場を、パワーのバランスを。見える、中和点が、重力の相殺ポイントが。素晴らしい。どうやらうまくいったみたいね。片手間に AI をかじっておいてよかったわ。リコ、大丈夫？はい、私は何ともないです。あとはブリッジに任せましょう。あの、うまくいったってことはルクシオールは？ええ、なんとかなるかもね。よかった。ノアさん。何を？よければ説明をお願いしたいです。ああ、そうね。いろいろと強引に進めて悪かったわ。いえ、私も訳がわかりません。ここに座っていること、ヘイローや V チップ、そしてカーチューサとの関係は。ヘイローと V チップはパイプとして使っただけ。タピオは
言うなればスピーカー、重要なのはあんたの能力よ。私の？今は細かいところまでわからないけど、この状況が確たる証拠。あんたはバランスディテクションの力を持ってる。バランスディテクション？物事の均衡を見抜く能力ね。でもそれは無意識下でのこと、自覚できるものではないみたい。あの、もう少し詳しく。え？十分わかりやすく言ったつもりなんだけど。すいません。あの、私もそれだけでは。私もです。しょうがないわね。アプリコットの発作があるでしょ。男性恐怖症の？そう、多分あれもこの能力の一端よ。え？あれがリコの能力？この華奢な体からあれだけのパワーを出すのは普通に考えれば無理。でも全身の筋肉の動かし方を奇跡的なバランスで制御すれば可能となる。男に触れられるというアプリコットにとっての最大限の恐怖、それが無意識下に潜む能力を発動させるのね。一瞬にして筋力バランスを完璧に制御し、この上ない効率で体を動かす。その結果、あの怪力を生み出すのよ。そんな理屈が？そしてアプリコットは現在その能力で重力場を感じ取っているの。でもそれはやっぱり無意識下でのこと。本人の自覚がない以上、それを何とかして拾い上げる必要があるわ。だからこの船で最も精神と親和性の高いインターフェース、ヘイローを利用したわけ。でもヘイローもマシン、デバイスの一つに過ぎない。出力データを人が理解できる形にするには専用のプログラムが必要。もちろんそんなものを作る時間はない。そこで V チップの出番。これはタピオンのバルファスク専用のインターフェース。あ、なるほど。互いのインターフェース同士を接続したんだ。そう、アプリコットはヘイロー、タピオは V チップ。それらを接続しパイプとすれば感覚は感覚で伝わる。それじゃあ今カーチューサは私が無意識で捉えている重力場を感じ取っているんですか？そういうこと。まあヘイロー同士を接続して他のエンジェルにスピーカーを任せることもできたけど、船の操舵指示にはタピオの方が適任と判断したわけ。喋り疲れたわ。理解したでしょ？バランスディテクション、物事の均衡を見抜くっちゃ。リコにそんな能力が潜んでいたなんて。でも自覚できないんじゃ普段役に立ちませんね。確かに実生活には無用ね。でも使いようによっては。ブリッジ、どうしたの？突然重力源が増えました。ダメです、ノア代表。重力場が複雑に絡み合いすぎてます。現在認識できる感覚では無駄が多すぎて、雑多な情報が邪魔をして正確な進路を見出せません。今さらに進路を深めるわ。リコ、タピオ、どうなの？大丈夫です。非常にクリアになりました。これならなんとかなります。抜けたらすぐに知らせて。了解。リコ、返事して。ノアさん、リコが今バイタルを確認してるわ。心拍数と血圧が異常に低い。もうギリギリ。ヘイローのスキャン波が意識の深層を刺激してるんだわ。その影響で意識のトランスに陥ったのね。大丈夫なんですか？わからない。でも今やめるわけにもいかないわ。クソ、リコ！タピオ、まだなの？もうすぐです、お待ちください。しっかり！次で最後の一つです。ヘッドプラス14度、ピッチプラス3度、バンクプラス20度、合図と同時に推力最大、重力カタパルトを利用して離脱します。
報告。周囲の重力及び磁場はほぼ正常です。タピオ、お疲れ様。艦長、ありがとうございました。知った激励のおかげで私は自分の限界を超え、希望をつかみ取る意味を知った、そんな気がします。白波及び桜庭、入ります。どうなの状況は。ノアさん、それに和也くんにリコちゃん、本当にご苦労様。もう重力体の影響はありません。そう、リコちゃんは大丈夫なの。あ、大丈夫です。一応モルデン先生にも見てもらいました。そう、よかった。私もまだまだね。脳のスキャンであんなミスを犯すなんて。一体何があったのじゃ。説明を所望するぞ。夏目、みんな、あー気持ち悪い。何だったんだよさっきの揺れ。グラグラして怖かったのだ。本当恐ろしかったですわ。かなり激しい操作でしたね。カズヤ、一体何があったのだ。説明してくれ。あ、はい。そうか。うん、今一つピンとこない能力じゃな。恐れながら姫、桜庭少尉がいなければかなり危機的状況だったことは否めません。それはそうかもしれぬが、この力他にどう応用したものか。男を投げ飛ばすだけじゃな。うわ、すっげえバランスが取れんだろ。ならよ、ゲーセンのキャッチャーで景品取り放題じゃねえか。すげえな、リコ、行こうぜゲーセン。そのうち。でもこれは考えようによっては侮れない能力かもしれない。どういうこと。例えばクロノストリングエンジン、制御にヘイローを使わない場合、多くのパラメータ設定が必要だけど、この配分バランスを見抜くことで出力効率を上げることができる。ほう。そして軍事的な観点でも、相手陣形の弱点をいち早く見抜ければ有利な作戦行動が取れる。ほう、それはすごいかもしれぬの。まだ詳細が不明だから本当にできるかどうかはわからないけど、とにかくそういう可能性を秘めた特別な力だと思う。特別な力。そんな、特別だなんて。リコタのお姉ちゃんみたいなのだ。お姉ちゃん。確かに表面的に分かりやすい能力じゃないけど、実質的にはミルフィーユさんに匹敵するほどの影響力を持ってるかもしれない。お姉ちゃんに匹敵する力。そんなにすごいのか。とにかくすげえぜ。な、おい、痛い痛い。よかったじゃねえか、リコ。おめえは何かと地味すぎるからな。そんくらいの力があった方がバランスが取れてるぜ。いよ、さすがバランス大王。それって褒めてるんですか。え。まったくアニスはもう。なんだよ。しかし先ほどの揺れがブラックホールだったとはな。うん、急に出現したということは自然現象ではありませんわね。まあ、パルフェってやつの仕業だろうな。ひどいのだ。一歩間違えたら死んじゃうのだ。試験失格は死を意味するというわけか。今のが一つ目だとすると、まだ一つ残ってるってことですね。結構残った。みんな静かに。どうやらその残りの一つのようだわ。前方に三光尺の船を確認。何？随行艦隊も多数。まさかこれに打ち勝てというのか。そうなんじゃない。きっとそろそろパルフェから連絡があるわよ。たった今パルフェから入電がありました。うわ、本当だ。やっぱりこれもテストだっていうのかしら。内容は。はい、合格のための条件として3項目が提示されています。 1. 3項の船を沈黙させ戦いに勝利せよ。2.
ブレイブハートの使用を禁ず。3、ルクシオール両翼手法の利用を禁ず。以上です。ジュニエブルらを我が輩たちに始末させようというのか。ひどい。受験生同士潰し合えってか。本当にえげつねえな。同感だ。騎士道精神のかけらも感じない。ルクシオール両翼手法の禁止というのはデュアルクロノブレイクキャノンを使うなということだな。ブレイブハートも使えないのだ。つまり合体もできないということですわね。厳しいな。ただでさえ苦戦しそうだというのに。そんな、それじゃあ僕は何もできないのか。この条件ではそうなるな。仮に破ればまたペナルティで星を消すとか言い出すだろう。そうね。尺だけど今は向こうの指示に従うほかないわ。カズヤ君、あなたはブリッジに残ってここからエンジェル隊を指揮してちょうだい。ここから？そうよ。ここからでも高速リンク指揮システムは有効に機能するわ。ブレイブハートを出せない以上カズヤ君にはそれをしてもらうほかないわ。わかりました。僕はここに残ります。カズヤさん、ご安心ください。私たちがカズヤさんの分も一緒に働いてみせますわ。ごめんみんな。よし、リューエンゼル隊発進だ。了解。待って。え、カルーア？これは、この思念はジュニエブルさん。なんじゃと？魔力で直接私に語りかけています。戦う前に少しお話がしたいと。なぜ通常の通信を使わないのかしら。通常の通信は使えないみたいです。使えない？はい。カルーア、ジュニエブルと今ここで話せるの？はい。私がよりしろとなればおそらく。少しお待ちください。やってみます。いや、感謝するよ。この船に僕と同じ魔法使いが乗っていて本当によかった。カルーア？そっちはジュニエブルか。ああ、そうだよ、夏目。また会えたね。もう会えないかと思ってたよ。まあできればこんな形では再会したくなかったんだけど。そうそう、ちょっと聞いてよ、君たち。君たちのおかげで僕たちもう失格しちゃってさ、ちょっと追い詰められちゃってるわけ。責任取ってくれないかな。ハチェット公。お？美しい艦長殿、ご健在だったんだね。責任とは、この艦隊、あなた方を相手にもう一度戦えということかしら。うん、そうだよ。パルフェの奴がそうしろって言うからね。何のために？知らない。パルフェがそう言うからさ。とにかく君たちをここで倒さない限り僕たちは元の世界に戻してもらえないんだ。だからここでやられてもらうよ。そういうようにパルフェに指示されたのね。もう後には引けないんだよ。そんなことはないわ。ハチェット公、残りの2校と共にこちらに投降しなさい。あなた方のしてきた罪は大きい。無罪にすることはできないけれど、今ここでこちらに来れば UPW の名において公正な裁判を約束します。さあ、今ならまだ間に合うわ。みすみすここで命を落とすくらいならこちらに投降するのよ。ふん、それで君らはどうするのさ。君らだって僕たちを倒せとパルフェに言われてるだろ。そう、知っているの。変な同情はやめなよ。ウィルに逆らっていいことなんか一つもないよ。僕らは無事に帰るため君らを倒す。君らは君らで
僕たちを倒さなきゃいけない。話は単純さ、八百長なんか通用しない。ジュニエブル、なぜそこまでパルフェに従う？逆らえば殺されるか、ならばここで戦って死んでも同じことじゃ。そちには山ほど行ってやりたいことがある。船を捨てこっちに来るのじゃ。船を捨てる？それはもう無理な話さ。夏目、僕が今なんでわざわざ魔法で会話してるかわかるかい？通信が使えないからであろう。なぜ使えないと思う？知らん。それはね、それが一体何だというのじゃ。それはね、僕自身がすでに戦艦に組み込まれているからなのさ。あ、何を言っておるのじゃ。意味がわからぬ。通信をするためには喋る口が必要だろ。もうないんだよ。口は愚か、目も鼻も腕も何もかも全部なくなっちゃったんだ。一体何を？肉体を剥奪し、精神だけを戦艦の中に組み込む。それがパルフェから与えられた失格者への罰というわけね。その通りさ。ただ罰ではなく努力賞らしいけどね。なんちゃっと。だからもう僕は君らと会話するには魔法を使うしかなかったわけ。でもね、悪いことばっかりじゃないよ。おかげさまでこの船は今や僕の思いのままに動く。もちろん他の二人だって同じさ。要するに僕たちがセルダールの時と同じ戦闘能力だと思ったら大間違いだよ。だから油断せず心してかかってくるんだ。なんだ、ジュニエブル、まるで僕らにエールを送っているような。さて、話が長くなっちゃったね。エンジェル隊のみんな、お互い悔いのない戦いを。それじゃあね。待つのじゃ、ジュニエブル。あら、終わったんですのね。あの、ジュニエブルさんとはお話できたんでしょうか？ああ、できたよ。ありがとう、カルーア。みんな、余計なことを考えちゃダメだ。ココさんの言った通り、全力で三校を迎え撃つ。格納庫へ急ぐんだ。了解。夏目、平気じゃ。出るぞ、わらわも戦う。ジュニエブルは愚かじゃった。利用され、踊らされて、あのような目に。じゃが、踊らされておったのはわらわとて同じ。その意味ではわらわもジュニエブルもカルバデスもベネディクタインも皆すべて対等に追うたわけものじゃ。行ってまいるぞ、カズヤ。わらわは決着をつける。そしてこれを仕組んだパルフェにも必ずや相応の報いを受けさせようぞ。それがイザヨイ家当主の筋じゃ。うん、頼んだよ、夏目。そちも適切な指示をするのじゃぞ。よいな。ああ、任せてくれ。白波よりエンジェル隊、全員準備はいいか？クロスキャリバー準備完了です。イーグルゲイザー全て OK だ。ファーストエイダーも問題ないのだ。こっちも準備完了、いつでも行けるわよ。レリックレーダースタンバイ。ホーリーブラッドシステム良好。パピオンチェイサーオールクリーンじゃ。よし、今からみんなのコンソールにデータを送る。簡単なブリーフィングをするからよく聞いてくれ。これがミッションエリアのスキャン結果だ。三公爵の船はそれぞれこの位置に。そして
無人艦がこれだけの数配置されている。戦いを長引かせてもいいことはない。速攻で決めるんだ。ミッション目標は敵艦隊の全滅以上。今回デュアルクロノブレイクキャノンとブレイブハートの使用は禁止されている。正直辛い制約だけど、この決定には今のところ従っておくしかない。多分苦しい戦いになると。だけど君たちだけが頼りだ。僕の指示を信じて頑張ってくれ。了解。